桃色クリスマスイン日本青年館脱皮。脱皮は桃色クローバーが2010年12月24日に開催したライブ。ブルーレイ &DVD として発売されており、DVD はレンタルにも対応している。会場の日本青年館初の単独ホールコンサート。本物のプロになるという意味を込めて、脱皮というサブタイトルが付けられた。 数人の客を相手にしての路上ライブに始まり、CD の手売り、車中泊をしながらの全国ツアーなどの下積みを経て、ようやくたどり着いた日本青年館アイドルの登竜門とも言われてきた同会場の1200席は、一般発売開始30分で完売することができた。しかし、本人たちは開演直前まで、お客さんが実際には来てくれなくて、2階席が、 シートで覆われてたらどうしようと不安だったという。開演とともに、ステージの幕が開けると、満席の光景を目にし、換気は待って歌えなくなるメンバーの姿も。終演後には、6人が苦楽を伴いにしてきた、川上明マネージャーに抱きつき、号泣しながら、喜びを分かち合った。このライブから、数々のバラエティ番組や格闘技イベントを手掛けてきた、佐々木厚則による演出が始まった。 プロレス会場さながらの、ナレーション、立木文彦による煽り部位の導入などがなされた。走れ。ビリーブピンキー・ジョズ・ワーズ・オブ・ザ・マインド、ブランニュージャーニー、ラフスタイル・君、雪全力少女桃色パンチ気分は、スーパーガール、未来へ進め。ホール・イン・トゥメ、早見明かり合いですか玉石織ココナッツ・君と世界行くぜ。怪盗少女オレンジの音ママが、 サンタにキッスしたラストクリスマスミライボール強く強くあの空へ向かって特典映像君ゆきはこの公園の会場限定で販売された桃色クローバーのシングル CD 新曲君ゆきの他にライブでおなじみだったカバー曲3曲が収録されているオフボーカルのトラックはない君ゆき5時16分ビリーブ3時57分ワーズオブザマインド ブランニュージャーニー、4時59分最強パレパレード、4時15分、君ゆきに関するカテゴリー。ありがとうございます。